どうも皆さんこんにちは、キンタンです。今回は舌出る永遠の魔法とこの城塞 PS4 版のサーバーの仕様、そしてそれぞれのプレイスタイルに合ったサーバーの選び方の解説をさせていただきます。まず大前提として、プレイヤーキャラクターはサーバー一つにつき一人です。なので違うサーバーのキャラクターを新しいサーバーに持ってくるっていうことはできません。新しいサーバーで遊ぶ場合は1からのスタートになりますんで、最初のサーバー選びっていうのはすごく重要になってきますね。そして次に大切なのがサーバーの許容人数です。公式サーバーでは基本的に50人までしかそのサーバーに入ることはできません。なので50分の50という表記になっていて、満員の場合、自分がそこでキャラクターを作って今まで遊んでいたとしてもそこにログインすることはできません。ただ満員やったとしても一人でも空きが出れば入ることは可能なので、その場合はログインゲーっていう形になりますね。空いている時間は基本的にはまあ主に深夜から朝方から昼間みたいな、まあやっぱりみんながやる夕方から深夜までっていうのはかなり混む印象があります。まあでもこれはまあ収録してるのがね、発売からすぐっていう点も結構含まれてるんで、まあずっとではないんですけど、今の段階ではっていうことですね。でそこを加味した解説っていう形になります。自分のプレイしたいサーバー設定の場所と自分のプレイできる時間帯というのが重要なポイントになってきます。基本的に夜20時とかの混み合う時間帯からゲームを始める人は人気のサーバーでプレイするのは結構難しいかもしれません。まあログインしてしまえば終わりなんですけど、逆に昼間からもプレイできる、いつでもできるよっていう人はそこまでサーバー選びに悩む必要はないです。自分のやりたいサーバーを選択すればそれで OK です。それでは早速始めていきましょう。まずサーバーの種類について解説していきます。シタデルには公式サーバーとしてこちらの7つのサーバーが用意されています。ノーマル、ファースト、ベリーファースト、フリービルド、そしてファースト、リセット、ベリーファースト、リセット、フリービルド、リセット、この7つとなります。そしてその中には PVP サーバーと PVE サーバーがそれぞれ存在し、PVP はプレイヤー同士の戦いであったりとか建築物の破壊、略奪などが含まれます。 PVE は基本的にプレイヤー同士の争いはありません。なので PVP っていうのはプレイヤー建築物に対してプレイヤーがダメージを与えられるサーバー、 PVE サーバーっていうのはプレイヤー建築物に対してプレイヤーがダメージを与えられないっていうサーバーです。やっぱり皆さん平和にプレイしたいと思うんで PVE の方が人気があります。私もこのサーバーでプレイしています。ここからは人気度であったりとかログインのしやすさを交えて解説するんですけど、それは日本のジャパンオフィシャルサーバーに限った話です。日本語版のリリースと同時に立ち上げられたサーバーなので、いるのはほとんど日本人です。始まったばっかりなんであんまり優劣の差も今のところないです。まあそうですね、 PVP をプレイされる予定で発売間もなく、まあ今の段階ですね、でプレイする方はジャパンオフィシャルにこだわった方がいいと思います。海外のサーバーやともうすでにかなり強くなったプレイヤーとか教団が多数存在してますんで、かなり不利なスタートになります。それでももちろんできないことはないです。逆に PVE でプレイされる方は日本のサーバーにこだわらなくてもプレイする分には楽しいと思いますが、同じ日本人に出会える確率は低くなります。それでは始めていきましょう。まずはノーマル。こちらは名前そのままのノーマルなサーバーで、特に特殊な設定がされていない、舌出るそのままを楽しめるサーバーになってます。まあ人気はそこそこですね。埋まってることもあるんですけど、すっごい混み合ってるっていう印象はないです。成長スピードはゆっくりで、素材の採取も結構ゆっくりです。長くゲームを遊びたい方とか、ファーストやベリーファーストがいつも埋まってて全然遊べへんっていう人は選択肢に入ると思います。二つ目はファースト。ファーストは経験値と素材収集の値が3倍に設定されているサーバーです。まあ、見たらわかるんですけど、これも結構人気です。バランスのいい設定のサーバーなんで、経験値と素材収集速度が通常の3倍、快適にプレイすることができます。まあ、見ての通り遊びやすいサーバーなんで人気も高く、混み合う時間はなかなかログインできません。早すぎず遅すぎずで快適にプレイしたい、昼間から全然俺ゲームできるよとか、深夜遅い時間帯から始めるよとか、もう気合でログインしますっていう人にはおすすめできます。3つ目はベリーファースト。ベリーファーストは経験値と素材収集の速度が5倍に設定されているサーバーです。人気が一番高いです。えぐいほどの人気でなかなかログインできません。でもログインさえしてしまえばもうこっちのものです。最大の成長速度と収集速度でゲームプレイを楽しむことができます。私もねここで遊んでたんですけど、異常なほど速いっていうことは特にないんですよ。その成長速度もすごい快適で、
まあ、このぐらいが一番遊びやすいんじゃないっていう印象を受けました。まあ、多くの人がこのサーバーで遊びたいであろうっていうのはもう全くその通りで、平日の夕方からかなり混み合う印象、深夜まで、まあ、50分の50、満員ですね、っていうのも珍しくないです。まあ、最大速度で成長を楽しみたい、昼間からプレイできる、気合でログインするっていうのが、まあ、できる、まあ、人にはおすすめかなと。まあ、サーバー設定自体はここが一番おすすめです。4つ目はフリービルド。ある意味最高に快適なサーバーで、建築メインのゲームでありながら建築に素材を必要としません。成長速度は通常と同じ、かつ建築に必要な知識のアンロックは必要になるんで、初めてすぐに、まあ、建築を全て楽しめるっていうわけではありません。長い時間をかけてじっくり自分の拠点を作る達成感っていうのはないんですけど、考えた建築の構想をすぐに形にできるっていう点では非常にいいサーバーやと思います。まあ、人気もそこそこで、まあ、ノーマルと同じぐらいには人気があるんですけど、まあ、建築を思う存分楽しみたい方には最高のサーバーです。建材集めのあの手間が必要ありません。残っているのはノーマル以外のファースト、ベリーファースト、フリービルドの後ろにリセットという文字がつきます。リセットの前のサーバー名はそのままここまで解説してきた通りなんですけど、リセットが後ろにつくと90日ごとにサーバーがリセットされるっていうサーバーになります。プレイヤーのレベルとか全ての状態がリセットされるので、先行してプレイしている人との差を好まない方におすすめできます。つまりここでプレイしている人間っていうのは90日以上の継続したプレイができないということですね。まあ、長い時間プレイできないサーバーなんで人気は低いんですけど、まあ、強すぎる人とか建築物だらけのサーバーが嫌な人にはおすすめできます。どの時間帯でも比較的ログインしやすいです。まあ、できるだけ自分の遊びたいサーバーでやりたいんですけど、発売直後は人気も高くてね、なかなか好きな場所っていうわけにはいかないと思います。ただもし満員やとしても、更新を繰り返せば空きが出たりとかしてそこにログインできますんで、そこを狙って頑張ってログインゲーム勝ち抜いてください。まあ、これすごい裏技なんですけど、まあ、余裕のある人は人のいない間にログインしておいて、自分がやる時間まで安全な場所でずっと待機っていう方法もあります。まあ、このゲームにはサバイバル要素っていうのが基本的にはないので、まあ、ログインさせてしまえば、あとはもう食事も水分取ったりとかもしなくてもそこに居続けることは可能なので、一応そういう方法もあるよっていうことだけお伝えして、今回は終わりにさせていただきたいと思います。それでは良き魔法生活をお送りください。ご視聴ありがとうございました。